よここでお前に会うとはな <laughs> 今日は運がいいどうだ冒険は順調かキャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのかまたワクワクするような冒険を始めようとしてるんだなあつい強引に話しかけてしまったな悪い悪いお前のことは前々から気になってたから あえて嬉しかったんだ実を言うと少し緊張もしてる <laughs> もちろん神秘的な異教の旅人風流の災いを収めた勇士そして冒険団の団長どの肩書きもうらやましいぜああ冒険者の間ではもう広まってるぜお前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。 毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが大事件が起こると必ず現れるだろうとにかく俺はお前が羨ましいんだだって主人公みたいじゃないか <laughs> それに俺は運が悪くて冴えないし自分の冒険団だっておっと何でもない気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺はもっと有意義なことを話さないと。 あのさもしよかったらだけどえっとあとで冒険に行くんだったら俺もついて行っていいかよ <laughs> お前は知らないかもしれないけど俺ってすごく運が悪いんだ一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにししまうお前に迷惑はかけたくないだから横で見てるだけでいい それだけでいいんだえ、他のことああ、そうだな一緒に話すことができるだけで十分だし冒険は、まあいいか <laughs> じゃあ何をするか普段の俺は冒険以外だと親父たちの世話をしてるだけだからうん、何をしたらいいか全く思いつかないな 頼むお前とだったら何やっても楽しそうだしなあーでも俺って運が悪いから楽しくないことも起こるかもしれないけど <laughs> 本当か俺みたいな奴に期待してくれるなんてやっぱり噂通りお前はいいやつだなどおりで他の人が引かれるわけだ <laughs> で、どこに行くんだいい案だな俺は城内より城の外の方が詳しいんだ特にモンド付近はなまあ冒険者協会の情報部にいるフィッシュルにはかなわないけどそうだタンポポがたくさん生えてる草原を知ってるんだすごく綺麗だぞモンドのいいところが詰まってる場所なんだ行ってみないか よかった嫌いだったらどうしようかとじゃあ出発しようぜうーんそんなどういうことなんだ前はこんなんじゃなかったのにタンポポの綿毛が全部なくなってる風に吹かれたのかそれとも誰かがはあ本当にごめん こんなに遠くまで来てもらったのにああとは言っても俺の運だと予想外のことも予想外じゃないんだよなじゃあもうここにいる意味もないな少しこの辺りを探索してみようぜ何か面白いものが見つかるかもしれないおい見ろよ魔物の拠点があるぞ 宝箱もたくさんあるし魔物の見張りもいない俺は体を動かしたかったのに魔物が全然いないなんておかしいこんなに運がいいことなんてめったにないんだきっとお前がそばにいてくれたおかげだな <laughs> じゃあ行ってみようぜ宝箱の中身は何だろうな 全部開けたよなえなんか問題でもあったかこんなに収穫があったんだから嬉しいはずだろなんでそんなに落ち込んでるんだん宝箱ってそういうもんだろモラがちょっとだけ入ってるかたまにキャベツとか大根とかが入ってるくらいじゃないのかモラがあって食材もあれば俺はそれで満足さ。 お前の言う武器や生物や他の宝物って超レアなものだろ俺はそんなの命を落とすかもしれない危険な場所でしか見たことがないぜだろだからもうこれ以上求めてもしょうがない散歩を続けようぜじゃないと魔物が帰ってきちまうかもしれないほら行こうぜ。 本当にいい場所だな風が気持ちいい心が安らぐぜ俺は長いこと一人で冒険してきたこうして誰かと一緒に過ごすのはすっごく懐かしくて楽しいんだ <laughs> <laughs> ああでも別に寂しくはないからな冒険してない時も親父たちが一緒にいてくれてるしそうだ親父たちのことは話してなかったよな みんなすごい冒険者たちなんだ数々の武勇伝をたくさん持ってるまだ赤ちゃんだった俺を危険な場所から救い出してくれて大きくなるまで育ててくれた今はもうみんな年を取ってほとんど歩けないから今度は俺が世話をする番なんだ機会があったら親父達に合わせてやりたいな親父達の武勇伝は面白いからきっとお前も楽しめると思うぞ ああ俺の冒険に関する知識はほとんどオヤシたちから教わったんだすごいんだぜそういえば風の翼は持ってたよな今日は天気も風速もちょうどいい風の翼で遊ぼうぜおあ <laughs> ごめんさすがに俺も驚いた。 まさかこんなことがあるなんてどどうやら諦めるしかないみたいだ他のことをやろうベーネットここにいたのかおっジャックじゃないか俺を探しに来たのか何があった今日は湿気が多かったからか教会にいる年寄りの冒険者たちの理由待ちがまた発症してな親父たちのことかそれはやばい早く世話しに戻らないと ああみんな世話を焼いてくれる君の名前を呼んでるよ分かったすぐ帰るああ,ありがとうお前一人を残して帰ることになってごめん早く行こうみんな君を待ってる分かったじゃあ俺は先に行くよ今度うまいもんごちそうするからじゃあ